授業ってのは退屈だな。テロリストでも来て学校選挙でもしてくれたらスリルがあって楽しいのに。何そのマリオみたいな妄想。てかハナ授業ほとんどサボってたじゃん。英気を養っていたと言ってほしいね。なんだあの自販機。こんなとこに自販機なんてあったっけ。いや初めて見たな。何何何が当たるかはお楽しみ。うわ何これ、需要あんの。面白いじゃん、需要ならあるよ。私に一発かけてみようか。いやいや、やめときなよ。100円ドブに捨てるようなもんだって。こんなの勝てばいいのさ。勝てばな。ちょっとお汁粉とか出たらどうするんよ。さーて何が出たかな。なんだこれ。何が出たの。黒酢トマト。なにこれ、売り物。絶対外れじゃん。飲んでみるまで勝敗はわからないだろ。いやいや絶対まずいっしょ。そうっしょ。今日は負けたが明日こそ勝ってみせるさ。負けっぱなしは趣味じゃないんだ。ギャンブル心に火がついちゃった。おお二人さん、喉渇いてないか。どうした花。差し入れがあるんだ。ちょっとドリンクを買いすぎちゃってね。まさか。へえ、珍しく気が利くじゃん。ちょうど喉乾いてたのにね。のジュースもサンマジュースにおしるこコーヒー。花、もしかして戦利品だ。うわ、本当にリベンジしたんだ。しかもこんなに何本も。どういうこと。いや、なんかこの前変な自販機見つけてさ、何が出るかお楽しみってやつ。何が出るか賭けだとかって花がハマっちゃったんだよね。うわ、何それ。そんでゲットしたクソマスドリンクをイコたちに渡してきたわけ。いい迷惑なんだけど。ひりつく勝負だろ。まだ勝負は終わってない。また明日も持ってくるさ。いや、二度と来んな。何が来るかな。マンゴートマトサイダー。くそ、今回は負けか。仕方ない、またイコにでもやるか。やめんか。イコ、なんだついてきてたのか。あんたらまっ
ったく、まだこんなことやってたなんてね。しかも年配中みたいじゃん。僕も3本くらい変なジュースもらったっす。もうマグロコーラなんてもの飲みたくないっすよ。ギャンブル狂いなのは勝手だけど、負けたジュースは自分で飲みなさいよ。まずいと分かりきってるものを飲むなんて、そんな愚行は犯さないよ、私は。はあ？まずいと分かりきっとるもんをイコたちに飲ませとったんはどこのどいつじゃ。落ち着きなって二人とも。それにしても花さ、ずいぶん負けまくってんじゃない？確かに、もうかなりの数マズジュースの被害に遭ってるっす。花火さんにしては珍しい気が。激マズジュースしか入ってないとかなのかな。そんなんじゃ、いよいよ自販機としての需要なさそうだけど。イコたちも試してみる？案外普通のドリンク出たりして。言うじゃないか。いいぜ、やってみな。出た。バカな。抹茶ココア8個のタデココ入り、醤油風味ソーダ、パイントマト果汁 45%。 胃袋をひりつくぜ。勝負はイコたちの勝ちみたいね。花火、それ全部自分で飲みなさいよ。いつの間にそんな勝負してたんだって。花火さん、不調なんすか？それともこの機会に何か仕掛けが？まあ確かに出方がかなり偏ってるよね。上段は普通の、下段は激マズドリンクしか出ませんって書いてあるっす。なんだって。まあ確かに花は下の段しか押してなかったかも。なんつうアホらしいオチ。なるほどね、こりゃとんでもないイカ様だ。要するにこの勝負、イカ様を見破った私の勝ちってことだな。いや、どう考えても負けとるじゃんか。